えそうだな。一息つこうか。おい見ろ、はしごが外されちまってる。どうにか登る方法は。ちょっとこの辺りを調べてみるか。カージャに任せた方がいいかもな。いいものみたいだ。二人はなんだか気になるな。マナよ、こんなものがあったとは。やってみよう。よし、釣れたぞ。
カルデラ湖からの滝か。悪くない眺めじゃん。大昔に大噴火があったって聞いてるけど、想像つかねえよな。ワンバー見つけた。飛ばしていこう。ところがあったら片っ端から試してみようぜ。ここは僕の出番かな。
ものみたいだ。やってみよう。よっと、わかったぞ。
しまうぞ。さっきからちょこまかと親父のくせに随分手こずらせてくれたじゃねえか。ようやくご対面みてえだな。いや、やっぱりアドル君たちだったね。はは、久しぶりだね。カージャ君も助けてくれてありがとう。もしかして矢尻の毒はあんたが作ったのか？ああ、捕まっている時に研究したものだよ。ゆっくり話したいところだが、実はまだ仲間がいてね。彼を助けてあげてほしい。私をかばって山頂に残ってるんだ。とにかく今は急いでほしい。よし、話は後にして先を急ぐぞ。カージャに任せた方がいい。この辺りはなんだか気になるな。こんなものがあったとは。
一息つこうか。始まってるみてえだ。貴様、すみませんね、脇役なんで俺じゃ幕引きできないんですよ。でもほら、ようやく主役が駆けつけてくれましたから。何をわけのわからんことを。赤毛と金髪の二人組、もしかして報告にあった。やあアドルにカージャ、待ちくたびれたよ。まあいろいろと事情があってこういうこと。すまないけど後を頼むよ。アドルとカージャ、ヨルズ様を傷つけたマナ使いどもか。脱走者を出した時点でどんな処罰が下るかと思ったが、ここへ来てようやく俺様にも月が回ってきたようだ。来い、お前たちの首をヨルズ様への手土産にしてやる。気をつけろよ兄弟、こいつを思った以上にやりそうだぞ。行くぞ。いやいや、二人ともさすがだね。こっちのセリフだ。あのグリーガー相手によくあそこまで踏ん張ったな。名高き海賊姫のお眼鏡にかなったようで何よりです。おい、レイフ君。フレアさん、よかった、お互いに無事だったようだね。ね、言った通りアドルたちが来てくれたじゃないですか。いやはや、君は大したもんだ。何が何やらだが、これ以上この島に長居は無用だ。話の続きはサンドラス号に引き上げてからにしようぜ。カルナックが襲撃された時、私はすぐ捕まってしまってね。でも薬に詳しい医師だと分かると、そのままヨルズの船に乗せられた。ヨルズは拷問に使う薬を作らせたかったみたいだ。それでグリーガーにされることなく奴らに効く毒薬を作れたのか。こう見えてもいろいろと乗り越えてきているからね。オズミット海域で交戦した時に、戦争から君たちの戦う姿を見てね、こうして生きてさえいれば再会できるだろうと信じていたよ。さすがアドルの仲間だな。いやー、いろいろと偶然が重なってね。お前たちが出て行った後、旧造船所は囲まれちゃってさ、クルスとローザが捕まって、俺は必死に抵抗したけど、不死相手じゃどうにもならず、港方面へ逃げ出すしかなくてね。身を隠した船に偶然フレア先生が捕まっててさ、そのまま先生の船室にかくまってもらったってわけ。数日前にサンドラス号がソネリア海門に来たと聞いてね。
乗っていた船がファルン島に寄港した時に隙を見て脱走したんだ。ただ意外に早く脱走がバレてね、仕方なくカロン島に立てこもることになっちまってさ。なるほどな、それは確かに大変だったな。いや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 、聞きたいのはそこじゃねえ。いやそこも聞きたいけど、そうじゃねえ。お前たち、グレン、ちょっと落ち着きなよ。でも驚くのは無理ないかも。それだけのことをやってしまえるなんて。レイフ君、君は一体。明らかに私と同じ、戦うことを生業とする人間だな。レイフ、本当なの？一体いつから？お前、町を出た後は鉱山で働いてるっつったよな。言った。ありゃ嘘だったのか。そうだね、嘘だった。今の俺は傭兵だ。町を出た後からイスパニ側の傭兵団の世話になっている。傭兵団？しかもイスパニ側って。何をやってるのさ。イスパニはロムンにとって北のダンメルクと並ぶ敵対国。そこの傭兵ってバレたら死罪じゃないか。なんでだよ、何のために。なんで黙ってやがった。え、みんなに言う必要ある？てめえ！グレン、相変わらずお前はイライラさせてくれるね。やめなよ二人とも。俺の話はまだ終わってね。もう黙れグレン。お前の鬱憤を晴らすためにレイフを助けたんじゃねえぞ。喧嘩だったら後でやれ。レイフ、傭兵なら話は早い。助けた借りを返せ。お前たちの持つ情報が欲しい。そう凄まなくても協力はさせてもらうからさ。そうそう、君たちに伝えるべき情報があるんだ。アドル君、ラウフォス島って知ってるかい？ラウフォス島、あの白芸が居座っている島だな。そう、その白芸もどうやらグリーガーが操っているらしいよ。不自然だとは思ったが、やっぱりそうだったのか。それだけじゃない。ラウフォス島にはグリーガーたちが砦を作っている。砦だと？うん、イルメル村の住人も砦を作る手伝いをさせられている。カルナック住人と同じようにグリーガーに姿を変えられてね。そんな、ひどい。ちょっと待て、その砦に戦力を集められたら南へ向かうのは難しくなるぞ。うん、三角海域とソネリア海防、この二つを抑えることでバルタ水軍は完全に動きを封じられる。おい、どうすりゃいいんだよ。そりゃラウフォス島の砦を落とすしか。私たちにそんなことできるの？この海域のノスフリートは3体に分かれて活動している。カロン島、ファルン島、そして砦のあるラウフォス島、全て砦に集結してしまうとかなり厄介なんじゃない？艦隊が集結する前に一体ずつ撃破するしかない。まずはこのカロン島の艦隊、次にファルン島の艦隊を叩く。でもよ、ラウフォス島にはあの白芸がいるじゃねえか。うん、あれをどうにかしないことには。カッ、フギル、手紙か。これはイルメル村からだ。
ちょっと待て。何が書いてあったの？イルメル村を占拠していたグリーガーたちが撤収し始めた。ラウフォス島の砦に移動するらしい。始まっちまったか。思ったより動きが早いみたいだね。白芸の対策は後回しだ。可能ならカロン島とファルン島のノスフリートを格好撃破する。怒りを上げてくれ。ああ母ちゃんに任せた方がいいかもな。いたいた。それでは2人のお手並み改めて拝見させてもらうよ。お前も当てにさせてもらうぞ。行くぞアドレ。
手強そうだ。ここは二人で行こう。協力しよう。なんとかね。君たちは宿に泊まっていた。確かローザの父親か。ひとまず安全そうな場所に。アドル、カージャ、レイフか。ルネさん、よくご無事で。レイフ君、久しぶりだね。君もいたのか。アドルとカージャはまだやることがあるだろう。ルネさんは俺が引き受けてサンドラス号に連れて行こう。あ、それは助かるの。ところでグリーガーにされていたのはルネさんだけかな。うん、ドギさんあたりが手伝ってくれるといいんだけど。
何が欲しいんだ。大事に使えよ。持っていけ。大事に使えよ。持っていけ。持っていけ。持っていけ。他にもまだあるのか。買い取ってやるぜ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 。いや。ここなら釣れそうだな。よし、やってみよう。よっと。いい感じだ。せーの。よし、釣れたぞ。やっぱ海はいいの。若い頃を思い出すわい。はしゃぎすぎるとまた腰を痛めるぞ。元気そうなじいさんたちじゃねえか。合同作戦って本当に大丈夫なんでしょうか。作戦自体は理にかなっていると思うけどね。あのじいさんたちはかっけえよ。かっけえことは間違ってない。よし、もう一度イルメル村との合同作戦について確認するぞ。あの白鯨にはどうやら船を追ってくる習性があるらしい。そこで一番船足の速いサンドラス号が奴をおびき出す。ラウフォス島の西にある岩礁地帯に誘導する手はずになっています。だな。村長たちが定置網を使って岩礁地帯に白鯨を封じ込める。その後こっちは岩礁地帯から離脱、そのままラウフォス島に向かう。でそのまま上陸して砦に攻撃を仕掛けるってことか。ごくり、ここまで本格的なのって初めてだよな。へっ、腕が鳴るじゃねえか。フレア先生の毒薬も役に立ってくれそうだしな。先陣は私とアドル、上陸後船の舵はエゼルに頼む。承知しました。レイフ、グレン、ドギは自陣だ。私たちが打ち漏らした奴らを対処してくれ。うん、それとイルメル村の住人の保護だったね。協力してもらう代わりにって話だっけ。まあそうでなくても助けるけどな。最終目標はヨルズを討ち取るか、この海域から撤退させることだ。アドル、やれるな。だな。待っていろヨルズ。
今度こそカルナックでの借りを倍にして返してやる。白芸を抑えて砦に乗り込んでやることが盛りだくさんだね。本当に私たちだけでやれるのかな。ここは私たちの戦場だ。あの時とカルナックの時と同じように助けは来ない。もう俺はあの時のような思いはしたくねえ。だからこそ今ここに立ってんだよ。ああ待ってろよ。グレン君はグレン君だね。もうこんなところで叫ばないでよ。ラウフォス島が近づいてきました。白芸の姿は、まだ見えません。ローザが見張り、責任重大じゃねえか。視力もいいし、よく気がつく。それにあいつの認められたいという気持ちは私もまあわかる。へえ。白芸を確認、真下です。アドル、おもかじいっぱい。このまま奴を岩礁地帯まで誘導するぞ。ローザ、白芸の動きから目をそらすな。はい。よし、わしらの出番じゃな。ふん、イルメル村の漁師魂を見せてやる。おい！なんと、いくらなんでも力が強すぎる。体が傷ついてもお構いなしとは。これは異常な力だな。なんのまだまだ。ラゴルジ、へこたれるでないぞ。予選が。おい、じいさんたちが危ねえんじゃねえか。この後も漁船の協力は必要だ。何かいい方法は。あのカージャさん、白芸は船を追うって聞いたけど漁船には反応していないよね。どっちかというとサンドラス号を追ってきているのかも。確かに。でもどうやって他の船とサンドラスを見分けてるんだろうね。一体何を。そうか、ヨルズの仕業だとしたら考えられる。維持の時と同じように標的は私とアドルってことか。何を考えているか分かるぞ。確かにじいさんたちに負けるわけにいかねえよな。
行くぜ兄弟。せーの、よし、こっちに向かってきたぞ。この先の小島におびき寄せる。アドル、走ると。よし、ここで迎え撃つぞ。白鯨に寄生して操っていたのかも。